公式計量が21日、横浜市内のホテルで行われ、初防衛戦の谷口はリミットいっぱいの47、6キロで一発パスしたが、世界初挑戦の石澤は2、5キロオーバーの51キロ。2時間後の再計量でも200グラムしか下がらず49、9キロだったが、両陣営は協議の末にタイトルマッチ開催を決断した。当日午後5時半の計量で石澤がリミットプラス3キロの56キロであれば試合は実施、落ちなければ中止との条件が付けられた。WBO の規定で谷口が勝つか引き分ければ防衛、敗れれば王座は空位となる。体重超過の石澤については後日、日本ボクシングコミッション JBC から処分が下される予定。しかし、再計量で1キロは落としてほしい、との願いも叶わなかったことを知ると、谷口は態度を硬化させた。両陣営が試合開催へ協議を続ける中、電話で深町慎二マネジャーに、やりたくない、と申し出たという。深町マネジャーによると、ジム内も9割が反対だったそうだが、興行自体や応援してくれる関係者へ迷惑がかかると判断。条件面の納得を含め、約1時間かけて谷口を説得した渡辺会長という。